こんにちは、カレンです。今日はウィーク11ということで、今また朝からシュプリームに来てます。めっちゃ曇るね。で、今回はね、ジュニア渡辺っていうことで久しぶりの CDG コラボっていう感じですね。久しぶりです。で、なんか今回はね、すごいロゴっていう感じはしてなくて、意外とジュニア渡辺好きな方には受けてるデザインじゃないかなと思います。過去にね、出したデザインをちょっとシュプリームのロゴ入れてる感じのジャケットもありますし、欲しい方もね、すごい熱いコラボかと思います。今回はね、いつも通りマンハッタンに来てるんですけど、さっきね、ちょっと前に友達が先に行ってて、結構30人ぐらい並んでたかなっていう感じです。ちょっとね、オンラインの状況を見てからお店に入りたかったので、個人的には頂上するぐらいの番号が。オンライン見ないでお店に入ると何がいいのかわからないし、ちょっとね、今回はいい感じになりそうです。で、マンハッタンでもし買えないのがあったらブルックリンの方にも行ってちょっと揃えたいかと思います。はい、ちょっと歩いていきますと、はい、列見つけて、はい、友達が待ってました。で、この後ね、1時間半くらい並んで前にどんどん進んでいって、はい、ここがね、来て、はい、お店に入ることができました。この後はね、ブルックリンの行きバスでお家に帰りたいと思います。はい、お家に帰ってきました。今回2店舗行ったんですけど、マンハッタンとブルックリンね、久しぶりに行ってきました。で、並んでたんですけど、たまたまね、タイミングが良くて視聴者さんに会えてちょっとお話はしてたので、いつもよりね、並びがあっという間な感じがしました。結構ね、いろいろ日本のお話も聞けたので楽しかったです。では、ちょっとね、買ったアイテムをさらっと紹介していきたいと思います。では、はい、今私が被ってるこの、はい、ビーニーです。これもね、ちょっと後で B さんに、はい、被ってもらいます。はい。で、次がこちら後ろに見える5パネルのハットになります。こちらのデザインはね、T シャツにも使われてて、はい、そうのね、T シャツがこちらです。はい。こちらとなってますね。2つあったんですけれど、もう1個は虫っぽいデザインもあったんですけれど、ね、そっちはちょっと子供っぽくなるかなと思って来た時にね、なんでこっちを今回選びました。はい。んで、あとは、ジュニア渡辺コラボで買ったものでは、キッチンも買いました。はい。こちらです。ハモと、はい、パープルを買いました。ね、どっちとも可愛くて買っちゃいました。ちなみに、最初、マンハッタンの方行ったんですけど、その時はどっちもあって、ブルックリン行った時はもうパープルがなかったです。では、ちょっとね、細かく見せたいと思います。はい。横にちょっとね、ロゴがついてます。はい。見えるかな?見てほしい。はい。やっぱね、パープルの方がこの面の色がね、すごい際立って可愛いのかな、受けがいいのかなと思いました。カモはね、こんな感じ。はい。ちょっとね、おとなしい感じかな。ね、US でも結構お値段高いんですよね。でもね、お値段高い分、すごい重くてしっかりして大きいんですよ。思ったより大きいです。これ食欲がね、結構ツンツンしてて可愛いんですけれど、もう日本ですと5000円いかないぐらいかな。ちょっとキーチンにしては高いんですけど、飾りにもできるので、個人的におすすめです。記念に買ってみてもいいんじゃないでしょうか。はい。はい。で、コラボ以外に買ったアイテムがもう一つありまして、こちらです。はい。S ロゴのキャップを買いました。ウールです、今回。ウールだとね、ほんとふわふわしてて、女の子にすっごいおすすめです。クリスマスプレゼントにも絶対いいと思う。今買っといてね。はい、こんな感じです。ちょっと紹介したいと思います。はい。後ろがね、レザーになってます。本当にキャップでここがレザーかレザーじゃないかで全然違くないですか?多分キャップすごい買ってる人はわかると思います。はい。私は個人的にレザーの方が好きですね。高級感があって好きです。で、中の方は、はい、こんな感じになってて、ここにちゃんとにね、書いてますね。ウールが 100% ありますよと。はい。で、ちなみになんですけど、こっちもね、今こうついてたんですけれど、ジュニア渡辺の方も、はい、ロゴがしっかりね、ついてあります。はい。値段の割に満足かなとは思いましたね。T シャツもね、触り心地ね、意外と良かったんですよね。この後 B さんに来てもらうんですけど、ちょっとね、それを参考にしていただけたら嬉しいです。では、はい、着用してもらいます。はい、B さんに来てもらいました。身長176センチで体重70キロの着用となります。ではちょっと見ていきたいと思います。先ほど紹介した T シャツラージを着ていただいてます。で、キャップをかぶっていただいてます。はい。キャップなんですけどね、前にするとすごいガラガラになってしまうので、こう後ろにかぶるのもいいんじゃないでしょうか。では前の方向いてください。ではちょっとプリント見ていきましょうか。T シャツはね2つあるんですけど、私たちはこちらの方を購入しました。ちょっと若干定価は高いんですけれど、素材がねいいんですよね。普通の T シャツよりちょっと触り心地が、うん、全然違う。違うね、クオリティが違うんだよね。38度じゃないですか、別の全然違う、うんで、ロゴのところはシュプリームとか入ってます。ちっちゃくね、ギャルソンが入ってますよ。です。いつもですとギャルソンだとね、すごいロゴロゴしてるけれどね、今回のはさりげない感じでいいよね。ね、好きな人は好きだろうね。昔はボックスロゴ、でもあれ結構派手じゃないで、今回なんですけど、ちょっとねカーゴパンツを合わせてみました。こちらシュプリームのカーゴパンツで、今季出たやつですね。サイズは32になってます。でダンクと合わせてますね。ちょうどいいね。スケボーとかで、着やすい。そうですね。でちょっと今ねキャップの方見ていきましょう。後ろ、はい。でこれがね T シャツとデザインがマッチしてます。色はね紹介した白もありまして、黒はね US すぐ完売しました。で、はい、前の方を見てください。で後ろの方にねシュプリームのロゴが入ってます。でサイズもね調整できてとってもいいですね。はい、 B2 の方もちょっとかぶっていただきました。ちょっと見ていきましょう。正面に普通にデザインでかぶってしまうとかなりねパンチがあるんだよね。ちょっと横にしてあげるのがかっこいいかもしれないです。はい、昔はねシュプリームこういう形のビーニーをよく出してたんですけれどね、これは久しぶり。久しぶりだね。なかなかいい。刺繍でクオリティが高い。めっちゃいいんですよ。なんかね画像を見た時はねプリントかなと思ったんだけど、いいね。でこのねプリントもね結構ね厚いんですよね。ちょっとっていう感じです。個人的にはてか私たちはこの B2 が一番期待したよりも良くてね、一番安いアイテムで、多分今週何も買わないんだったら B2 だけおすすめする。これ派手だけど下はもう無地で着てもいいね。いいよね。これもアイテムで OK。 キーチェーンも、キーチェーンちょっとこれより値段低いかなけど、そういうのを抜いてだったら全然これが一番絶対いいです。これはもう記念に買っといた方がいいね。はい、ぜひ買ってみてください。はい、着用いかがだったでしょうか。今回なんですけど、私購入したアイテムの他にもジャケットとかねパンツとかフーディーとかも出たと思うんですけれど、オンラインと店舗ともにパッチワークのジャケットとパンツは本当に在庫少ないです。ちなみにバックパックはニューヨークに入ってきてなかったですね。なんかオンラインで買えばよかったかなと思いました。で店員に聞いたんですけど、後から入ってくるんじゃないかなってお話をしたんですけど、ちょっとねここ数日店舗に通ってあればね買いたいかなと思います。ちなみに狙ってるのはオリーブ色になってます。黒でも可愛いんですけれど、ちょっとデザイン的にねオリーブの方が使ってもすごい使用感出てきて可愛いんじゃないかなって思いました。った。あとフーディーですね。フーディーなんですけど、白の鼻中のやつがすっごい実際見たら可愛かったです。黒はね、ロゴのところがパープルで、まあ無難に着やすいかなと思いまして、今回はね柄とか選んでもいいんじゃないかなって思いました。あとはもう1個のジャケットとかですね、この前出たスプリングのイリーガルビジネスの時のこれガーってね書いてる感じがしてね、あれもねバーリーの店舗に女のちょっと背高い店員がいるんですけれど、その方が着ててねすごい可愛かったです。男性の方でも着れるけれど、女性の方でもすごい着ていただけるようなデザインかなって思いました。私もね身長とかがあれセットアップできたいけどね、パンツがねなかなかサイズ30買っても合わないんです。やっぱプカプカでお直しが必要になっちゃうので、サイズが合えば欲しかったですねっていう感じです。ちなみに明日は話によるとエアフォースワンのウィートブラウンのカラーが出るみたいなので、ちょっとね買いに行きたいと思います。買えたら動画を作りたいと思います。茶色だけではなくて黒白も出るみたいでして、黒白と茶色のねウィートの明日出るっていうカラーはちょっとお値段が違うみたいですね、やっぱね。まあ、じゃあ、いつも通りに入れたら多分、この感じは多分1色ずつ買えるって3点買える感じかとは思います。オンラインもね、多分そうなってくると、ちょっと項目っていうかね、が違うから、まあ、黒白買った方でも、この今回の茶色が買えると思うので、はい、期待していいんじゃないかなと思います。では、茶色がね、買えることを祈って、はい、これから、はい、また明日を頑張っていきたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思ったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。またね、はい、新作が手に入ったら紹介していきますので、見ていただけたら嬉しいです。ではまた、バイバーイ。